一生懸命働いて貯金をして家を買わず手数料が安いインデックス投資をして年収の25倍貯められれば誰でもリタイアできるよっていうのがこの本に書いてある。こんばんは、石田いろです。こんばんは、武井宏奈です。こんばんは、早川洋平です。さあ始まりましたね。なんかこれいつもさ、はい、画面見てて思うんだけど、洋平くんが夜で僕が昼で、福田さんが中間みたいな感じしない？それがやっぱり大人じの多様性ですよ、これがね。本当ね。僕のところって窓辺だからさ、こっち側から光がすごい来るんだよね。あ、いいですね。いいですね。なるほど。でも最近こう、旅人のひろなさん、場所が結構ちょっと固定されてきたよね。あ、なんかほら、なんか毎回部屋が場所が違うイメージ。そうだね、うん。そうですね。あの、変えようと思えば変えられるんですけど、もういいかなと思って。ここで。いや、無限に変えられるんだったら永遠に変えてもらっても構わないけどね。それを楽しみにしてる。あの、トイレとかお風呂からでも。あ、いいですね。重力中の。はい、それちょっとセクハラじゃないですか。それちょっと見たくない。本当ですよ。静香ちゃんみたいな。はい、さあ、では、今週も行きましょうか。はい。で、今週はですね、何回か前にこれやりましたよね。ライフスパン。ああ、そうですね。で、これが僕が今年の前半で読んで一番面白かった理系の本なんですよ。今年か。はい。で、今年の前半読んでですね、一番面白かった経済の本はこれなんだよね。ね、いや、これ面白かったですね。いや、めっちゃ面白かったよね。うん、はい、ひなさん、じゃあ、ファイヤーを英語でお願いします。あ、前回も言わされたよね。ファイナンシャル。うん、本に書いてあるぞ、本に。E がアーリーっていうのは分かってて。うん。じゃあ R は分かるでしょ。R。リタイア。そうです。どうかな、リタイア、どうかな。はい、I が E、うん、E、イン。そこ一番大事。イン、イン。あ、これかなり英語苦手だな。英語の仕事してたんでしょ、英語の仕事。うん、楽しくしてたはずなんですけど、それちょっと難しいことも分かんない。はい、インディペンデンスですね。はい。ということで、この本、どういう本かっていうとですね、あ、でもその前にファイヤーをちょっともう一回予習しておきましょう。これです。ファイヤーとは何か。燃えてる燃えてる。燃えてるね、ファイヤー。ボーボー燃えてる。やる気あるんだよ、みんな。で、本当に英語ではファイナンシャルインディペンデンス、リタイアあり、経済的に自立して、うん、早くリタイアして遊んで暮らそうぜっていう本です。めっちゃいい本ですね。うん、ねで、しかも、そんな上手い話あんのかな？いや、確かに。この主人公の女の子がね、はい、ともかくここが一番面白いんだよね、極貧が、うんうんうん、極貧の中で育った子がだいぶ、はい、極貧ですよね、本当に、うんうん、そう、貧しい子だ。そう、31歳でお金を貯めてちゃんと仕事を辞めてリタイアするまでの物語が一冊に入っていると、うん、で、この本の素晴らしいところはそれがストーリーだけじゃなくてどういうことをやったからリタイアできたのかっていう方法、うん、手法が詳しく書かれてることなんだよね、うん。だから誰にでも参考になると思います。でもって言いますけど、ちょっと質問いいですか？その中身うんぬんの前に結構意外だったのが、はいはい、僕の勝手な意味ですけど、うん、イラさんなんかこういう、この手の、このタイトルだけね、うん、だとある意味ちょっと釣りな感じもあるじゃん。うんうんうん、なんか、情報書。そうね、うん。だからなんか、早期リタイアみたいに言う時点で、なんかイラさんそういうのをなんかチョイスしたっていうのは、ちょっとそもそも意外だったんですけど、うん、いや、でもやっぱりさ、今この場って話題持ちきりだよね。やっぱ面白いから。うんうん、類書すごいありますよね。ある。あるけど、僕が伝ったみたいな中ではこれが一番いいと思うんだよな。うん、まあやっぱりストーリーが強いからね。うんうん、その他の本も割とその、この、今イラさんが手に持っていらっしゃる本と似たような手法、うん、ね、基本的にそのリタイアの手法に関しては、みんな、そのアメリカの株式に頼る、インデックスで投資するっていうことはね、共通なの。だから、どの本を読んでもいいんだけど、うん、バックボーンが一番面白いのはこれだなっていうふうに思う。あ、うん、ストーリーがあるのも面白いですよね。やっぱ小説みたいじゃないけど。そうなんだよね。だってさ、この女の子、生まれて初めてコーラを飲んでさ、うん、あまりにも美味しすぎて興奮して鼻血が出ちゃうんだよね、バーって。お父さんがカナダに住んでいる、理系のエンジニア。で、子供たちとお母さんは中国に住んでいて極貧の生活。うん、医療廃棄物の山の中から、無駄になったゴミを拾って、それで輪ゴムで、縄跳びを作ったり、人形を作ったりしているって話を読むと、いや、そんな貧しいのは日本では想像できないってのあるよね。ありますよね。うん、でも、なんか不思議だったんですけど、そのお父さんがそういうお仕事をされていて、うんうん、多分おそらく仕送りもしていたはずですよね。いや、そうだけど、多分超安かったんじゃない？
あとお父さんは多分一族の中では超優秀で立身出世の人なのよ、はいはい、ということは、うん、この人に一族親戚お母さん兄弟全部がかぶさってんの。中国ではそういうものがかけてる。逆にそのお父さんのための教育を増やすために他の子は学校に行かないで働いたりするわけ、中国って、うん、だから全然余裕がなかったんじゃないかな。なるほど。でも泣かせるよね。一週間かけてちびちびコーラを飲んで、空き缶になったのをお父さんが捨てようとすると、お願いそれは捨てないでって言って、コーラの空き缶を取っといて宝物にするっていうのを読んで、僕それを読んだ時に、あ、これは、おとらじでやんないといかんな。おしんみたいだけど、いい話だなと思ってさ。本当ですね。なんかお金の話がもちろんメインなんですけど、うん、そういうストーリーとか、あと、なんかその中国の共産主義からの脱却みたいな、うん、そういうリタイアというか、ありますよね、この話ね。だからさ、僕たち日本政府とかさ、今菅さん、二階さんとか、ああいう人たちに文句を言うじゃない、ダメだとか、何やってるんだと思うじゃない、ワクチンの今度の遅さとかさ。うん、ですね。でも、そうやって文句を言うっていう前提には、政治家は普通はちゃんとしてるもんだっていう、信頼があったんだよね。中国人は文句なんて言わないんだよ、絶対。近平何やってるんだって言ったら、下手したら強制収容所送りだから。そうですね。だからもう全く違うんだよな。いきなり家にこう、押し入ってくるっていうのを書いてあって、どういう状況と思って、そんなこと。それはね、共産主義局では当たり前のことで、今でもあるっていう。ショスタコービッチっていう作曲家が、ロシアに、ソ連か、にいたんだけど、この世の中で一番怖い音は、夜中に誰かが自分たちが住むマンションに押しかけてくる音なんだって。マンションの前に車がキーって止まって、震え上がっちゃう。押しかけてきて、誰かが連れて行かれている。それは自分かもしれない。で、下手したら死刑、下手したらシベリア送りになる。それがもう当たり前なんだよね。恐ろしいよね。そうですね。なんか普通に生活するっていう、その普通が、こう、維持できないというか、いや、もう恐ろしいレベルの普通だからね。そうですよね。はい、怖いな。いやー、すごいね。で、ちなみに、無料部分で、ざっと概要だけ言いますけど、ともかく一生懸命働いて貯金をして、節約してね、無駄遣いせずに、家を買わず、そして手数料が安いインデックス投資をして、年収の25倍貯められれば、誰でもリタイアできるよっていうのが細かくこの本に書いてあります。そうそう。わかりやすい。例えばその場合、どんなファンドを買ったらいいのかとか、ありましたね。何を最初にやるべきかみたいなことを、この本の紹介をしがたり話すので、それとあと、この本って今 YouTube でいっぱい紹介されてるけど、基本的にこの本のことをなぞってるだけなの。でも、日本では違うじゃん、アメリカの株みたいに上がらないわけだし。だから、ポートフォリオの組み方に関しては、僕が考えてこっちの方がいいんじゃないかっていうのを、有料部分で紹介します。これぞ、トーラージめっちゃ聞きたい。はい、嬉しい。はい。はい、じゃあ、ではでは。お便りと、そうだね。行ってみましょう。はい。はいすいません。いつも猫出てくるよね。ごめんなさい。ちょっともう本当私のこと好きすぎちゃって。はい、じゃあいきます。はい31歳の女性からです。はい。イラさん、早川さん、武井さん、こんにちは。はい、こんにちは。感謝の気持ちを伝えたいと思い、メッセージを送らせていただきました。はい、なんか言ったっけ、私は、恋と仕事と社会の Q&A の第148回でご相談させていた31歳の女性です、はい、当時の相談内容は結婚したい彼の家族がある宗教を信仰していましたというものでした、なかなかだよね、回答をいただいてから約2年が経ちました、はい今では彼と結婚することができ幸せに暮らしています、よかったね。どうやって乗り越えたの？ね、宗教に関しても、彼がご両親に私の思いを伝えてくれて、今は何の問題もなく過ごすことができています。あの時、イラさんが結婚はしてもいいと思う。でも自分は宗教に関してノータッチであることを伝えると言ってくださったことを実践できたことが大きかったと思います。私のにとっては、人生の一歩を後押ししてくれた宝物のようなアドバイスです。本当にありがとうございました。これからも、オトラジが多くの人の心の息抜き、
のような場所となることをお祈りしていますという。いやだからさ、こうやって長くやってるとたまにはいいこと言ってんだよね。いやいやね、何言ったか覚えてないのか違うか。そうだ、あったね、そういうの ね。確かに親族、向こうの親族の宗教の問題とか本当難しいよね。でもちゃんとこうご理解してくださるね、ご家族の方で、良かったですね、本当、うん、本当に、うん、お、ね、お幸せに、うん。だって考えたらイスラム教はね、回収しないと結婚できないわけだから ね。そうですね。まあそれでどんどん増やすんだけどさ。はい、じゃあ次質問いきたいと思います、はい、36歳の女性からです、はい、今まで彼氏ができたことがありません、うん、合コンや出会いは今までありましたが、うん、父親の方がいいと思ってしまいます、うん、いわゆるファザコンです、うん、周りには何でもない風を装っていますが、一人は正直寂しいので誰かいい人がいればなと思っています、うん、本当は年齢が近い人がいいのですが、ファザコンから抜け出す方法はあるのでしょうかという質問。でもさ、36歳。36だからもうさ、36でおじさんっぽい人ってかなりなおっさんだよ。そうですね。全然いけるよ。いや、本当そうですよね。あの、こいつなんだけどさ、サンドイッチマンみたいな人の36歳とかだったらさ、もう全然ね、どっちにして頼りになるし、お父さんじゃん。確かに、確かに。うん。だからなんかちょっと、同じぐらいの人でどういうのが好きなのか、その辺をもうちょっと聞きたいよね。あ、確かにそうですね、うん。お父さんみたいな人って結構いるんじゃない？言えるのはさ、自分の中でお父さんを理想化、美化しすぎているっていうのがちょっと気になるかな。あ、素敵な人っていう。うん。父親。いや、そんなにね、お父さんはね、娘が見えるほど大したことないので。まあね、そうですね。自分が父親として考えるとそうですね。うん、そう、だから理想を持ってお父さんに似た人を探すっていうのでなく、うんうん、あのね、おっさんっぽい36歳を探せば同世代でも全然いると思うけどな。確かに36歳か、うん、なんだろう、まあその、見た目もそうだけど、いわゆるイラさんが言ったそのおっさんっぽいっていうのは、うん、まあこの彼女がどうかそれを感じるかですね。まあ単純に当然見た目だけじゃなくて、なんか不正とか包み込んでくれるみたいな、うん、まあ、そうでなくてもね、うん、ね、男ってガキっぽいみたいな、うん、その辺ってひなさんどう、女性からその父親ね、ねえ、ひなさん大体さ、あのパソコンの毛はあるの、はい、どうなんでしょうね。私はそんなに真剣に考えちゃう、うん、父親のことをそんなリスペクトしてないので、うん、でも結構結構近しいよね、なんだかんだ言って。そうだね、そういうイメージが仕事してるもんね、一緒にね。そう、仲悪くはないと思うんですよ、うん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 、だけどじゃあそのもう父親みたいな人と結婚したいかっていうと、うん、全然違うんだ。あの、首かしげちゃいます。大丈夫ですか？ここまだ無料部分ですけど大丈夫です大丈夫です、大丈夫です。あの、どういう点で首かしげちゃうの？うん、なんかちょっとそれ人としておかしいんじゃないっていうことを結構言ったりとかやったりとかするんで。あのさ、これ、無料部分でさ、無料部分でかなりぶっちゃけたけど、大丈夫なのかな。あの、多分そうです。お父さんこれ見てないの？そういえば。あ、見てないと思います。あ、じゃあ大丈夫だ、ね、うん。大丈夫だと思います。でも私の同世代、多分36って同い年ぐらいだと思うんですけど、うん、同い年かな、多分。はいはい。ちょっと自分の年齢わかんないんですけど。うん、で同じぐらい の、 あの男の人っていうと、うん、多分早川さんとかそうじゃないですか。でも早川さんじゃおじさんかって言ったら、ね、なんかあんまりそんな気しない。嫁君にしろ僕にしろさ、こういう仕事してるから基本的に若いんだよね。でもあのちゃんとしたっていうんじゃないけど、例えば銀行員で36歳とかだと結構しっかりしてるよ。そうですね、落ち着いてる。僕昔その高校時代のさ、同級生と会って、あの、毛糸の昔風の直球を着てたからさ、あれ、この人、先生でいたかなと思ったら同級生だったからね。へ、40代ぐらいの時に。あ、そうですか。うん、じゃあ、本当になんか、分かれますね。なんか同世代でも。分かれる。本当分かれる。すごい若々しい人もいれば。うん、そうだよ。だって僕だって還暦なのに緑のシャツが着てるからね。しかも、ちゃんちゃんこ、昔だったらちゃんちゃんこ着ててもいいですよね。確かに。リアさん、髪もふさふさだし。そうね。髪はでも助かるね。髪の話はしないでください。あ、ごめんなさい。地雷でした。すいません。はい、はい、そういうことです。そうですね、はい、はい、では、ですね、後半の有利部分になりますが、はい、ファイヤーについて詳しく、はい、内容を見ながら、それとあと最後にですね、なんか僕たち日本人にはこのやり方ちょっと向いてないなって思うんだよね、うん、なので日本でファイヤーをやる場合、
どんな方法があるのかなっていうのを3人でこうね、雑談しながら。本番ファイヤー。うん。練っていきたいなっていう気がします。いいですね。はい。はい、ありがとうございます。聞きたいことがいっぱいあるので。はい。さあ、で、続きへ行く前に、おとらじから、2つお知らせがあります。まず1つはですね、これは初めてのお知らせになります。はい。はい。今、画面共有していますが、見えてますでしょうか。はい、ですね、今までこのおとらじなんですが、完全版、まさしく続きは、YouTube と、ニコ動、でしか見られなかったんですが、そもそもね、おとらじ、先ほど恋と社会と Q&A の話もありましたけど、ポッドキャストから、始まりました。そうなんだよね。なので、やっぱりね、うん、音声で聞いてる方って、この間アンケートもさせていただいたんですけど、これ、意外とと言ったら怒られそうです、うん、結構いらっしゃるんです。で、音声の方がやっぱり。映像いらなくない？なんてことですか、まあ、ラジオですからね。そう。ね。そう。本当。なので、audiobook.jp さんというですね、まあ、日本最大のオーディオブックの、アプリがあるんですけども、ね、うん、そこと提携してですね、うん、過去のオトラジ、そしてこれからのオトラジフルバージョンすべて、うん、ここで聞けるように、5月からなりました。すごいね。で、詳しくはですね、うん、はい、下の URL に記載あると思うんですけども、これ聞き放題プランということで、まあ、他のオーディオブックもダーって全部聞けて、その中にオトラジが全部聞けるようになります。で、初月今無料のようなので、30日間か。無料なので、ぜひですね、映像だけじゃなくて、音声の方も、こちらでお試しいただけたら嬉しいなというふうに思います。皆さん、一言だけ、まあ、せっかくなんで、音声もこれから聞きます。そうですね。これからね、多分、耳から情報を得る、その、オーディブルとかね、はい、音声は、日本でも来ると思うんだよね。来る来ると言ってなかなか来なかったけど、これからは来ると思う。で、一重にみんな忙しいし、他の作業をしながら聞くっていう意味ではとってもいいので、ぜひ、僕たちのオトラジも、聞いてみてください、はい、はい、ありがとうございます。さあ、そして続いてですね、今月末5月、またオンライン公開収録をやります。今回5月26日水曜日、夜8時からですが、はい、今回は完全フリートークスペシャルということで、わー、ね、皆さん、これもともとね、深夜放送の一番面白いのはフリートークじゃないっていうところからこの話始まりました。そう、 そうです。勝手にクラブハウスだったり、深夜放送だったりをやってみるというですね。はいはい、正直、その時に起きたこととかもね、わかんないじゃない？何が起きるか。そうですね。本当に。まさかまさかの東京オリンピック中止みたいなこともあり得るしさ、もう全く読めない、フリートークの雑談会をやりたいということなんですね。はい。うん、はい、ぜひぜひ、まあね、何が起きるかわかりませんが、まあ、いい意味で、ね、ゆるゆるで、臨むようにしたいかなとも思ってますので、はい、よかったらこちらも、遊びに来てください。はい。はい、ということで、おとらじ続きはニコ動、YouTube、audiobook.jp、下の方で URL ありますので、いずれかの、うん、楽しみ方をしてください。なんかすごい広がってきたね。広がってきましたね。本当ですね。はい、大丈夫かな、不安になってきた、はい。もちろん、Kindle 版もありますので、はい、お好みの方法でということで、はい。はい。ということで、続きは後ほど。はい、それでは後ほど。なんか人間もそうなんだけどさ、今自分の状態が辛いとか苦しい、うん、先が見えないっていう時に自暴自棄になってわーって言って壊れちゃう人と、いやでも今はこうだけど1年後の自分は違うよ、自分だって頑張ってるし、うん、ちょっとは力があるからなって、そこで粘れる人はこうやってビューって上がっていけるんだよね、うん、おー、なんか勉強になるな、本当。資産作りもなんか人生もそこは似てると思う。最後の最後は自分を信じる力、あるいは人類の未来とか経済を信じる力っていうのが勝つ。